お前がイベントマーじゃ。本当にありがとうございました。イベントがある中で本当に感謝しています。これからプレーオフ、今日のような、我慢も必要かと思いますけども、チーム一丸となって皆さんと戦いたいと思いますので、どうか一緒に戦って応援のほどよろしくお願いします。本当に1年間ありがとうございました。続きまして、選手を代表してキャプテン、白谷陽一郎選手にご挨拶をさせていただきます。今日は応援ありがとうございます。そして1年間、応援ありがとうございます。まず優勝できなかったこと、そして自分が怪我してしまってプレーできなかったことが本当に悔しくて、皆さんに本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただ J1 昇格は残ってます。そのために皆さんの力が今以上に必要です。今の、監督に向けたブーイングが次は声援になるように、僕らは必ず J1 に上がります。もちろん一人一人思うところはあると思いますけど、セレッソ大阪一つになって勝たないと、J1 に行っても意味がないと思うので、一つ一つ勝って最後はみんなで笑顔で1年間終われるように、みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。Thank you.